り松です。今日は小児性愛は罪かというちょっとまあ変わった話題に触れていきたいかなと思います。この小児性愛、まあ、どうして取り上げようかなと思ったかっていうと、まあ、2つありました。まあ、1つはまあツイッターでまあ炎上していたことですね。あるツイッターの人がまあショタドールって言って男児、まあ、男の子のまあラブドールに対してまあ思うところを書いて、まあ、これが届いたとかいうのを漫画で書いて、それが気持ち悪いとかっていうのですごく炎上したわけですね。まあ、そういったことをまああったんだなっていうようなぐらいでまあ見てたんですけれども、もう一つまあニュースが流れてきて、まあ、わいせつ教員の免許再取得が3年から5年にまあなったっていうことで、まあ、それはおかしいだろうっていうことでまたそれも炎上していたっていうことで、まあ、わいせつ教員はもう二度とまあ教員免許を持たせるものではないっていうような論調ですね。まあ、そういったことでまあ炎上していたので、まあ、ちょっとこの2点が重なってきて小児性愛が結構身近な話題なんじゃないかなと思ってですね、ちょっと今回まあ調べてみました。まあ、小児性愛、まあ、ペドフィリアと言いますけれども、まあ、皆さんあんまり聞き慣れないかと思いますので、まあ、ちょっとだけまあ軽く触れますと、13歳以下のまあ小児に対して性愛を持ってしまう、で特に5歳以上離れているものですねを、まあ、ペドフィリアというような言い方をしますけれども、まあ、こういった方々は結構まあ世の中にいらっしゃるんだなっていうのがまあ今回の所感です。でなかなかいい資料がなかったので、まあ、海外の論文でまあ全体的にまとめられたものがありましたので、まあ、論文貼っつけておきますので、まあ、それはコメント欄で見ていただいて、で、まあ、ざくっと説明すると、大体まあ男性の 3% から 5% ほどが小児性愛、まあ、子供に対する性愛、まあ、性欲を持ってしまうというような状況が書かれていました。でもっと衝撃的なのは大学生200人に対する調査ですね。で大学生200人に対しての調査でもおよそ 20% ぐらい、2割方の人が、まあ、小児に対する、まあ、性欲を感じたことがあると答えて、まあ、それだけでもびっくりなんですが、さらにもう一歩踏み込んで、もしこれが犯罪に問われないということであれば、まあ、性交をしたいと、小児と、まあ、そういったことをしたいという答えたのが、まあ、9% ありました。まあ、これは匿名の深刻性なので、まあ、そこそこは信憑性はあるとは思うんですけれども、まあ、それくらい多くの人が実は小児性愛を抱えている、まあ、大学生っていう かなり若い状態なので、まあ、少しまあバイアスはかかるかもしれないですけれども、まあ、それでもちょっと驚きではあります。さあ、皆さんはこの小児性愛についていかが思いますか？で、一つはまあ小児性愛、まあ、ラブドールを書いたまあツイッターの人で、もう一つはこのわいせつ教員のまあ再取得に関して思うところありますでしょうか。まあ、ざっとね、小児性愛、まあ、目にするところで言えば、まあ、秋葉原とか、まあ、そういったアニメチックなところでは、まあ、見かけはしますけれども、こういった実物、そのリアルな子どもに対して、まあ、手を出した、この特に下のわいせつ教員の方ですね、はやっぱりダメですよね。で、子どもを傷つける行為はダメだというのは確実で、特にそういった小児性愛を持った性犯罪者は再犯を繰り返す。いうようなデータもありますので、まあ、こっちはお出ししますけれども、で、2割ほどはやっぱり再犯をしてしまうし、この2割よりもずっと多い数が実は、まあ、案にバレてないだけで、まあ、されてるんじゃないかとも言われてる状況なので、まあ、これはさすがに免許を再交付してはダメだろうと。特にこういったわいせつ行為とか、まあ、実際に及んだ人に対しては、まあ、何らかの子供っていうトリガーだけでそういった行為に及んでしまうことになってしまうので、まずは子供のいないところで働いてもらうことが大事だろうということなので、まあ、これはダメだっていうのはまあ確実にまあ言えることです。で、もう一方で議論になるのが、このツイッターの方ですね、ラブドールを購入した、まあ、ツイッターの人、小児性愛のを持つ人ですね、それに対しては、まあ、どういった感情、まあ、どういった対応がいいのかなっていうのはちょっと考えさせられます。まあ、子供を性欲の対象にするなんてっていうようなまあ意見も大勢だと思いますし、まあ、私もあんまりそういったのは好きではないんですけれども、そういうことを言い出すとですね、例えばまあ男同士、まあ、女性同士の性愛もまあ僕はあんまり好きじゃないですし、まあ、それはあってはいいとは思うんですけれども、まあ、個人的にはそんなに好きじゃないですし、であるいはまあ女性の中でも、まあ、女性との付き合いの中で、例えばそういったまあ大人のビデオみたいなとかラインナップとか見てみると縛ったりとか汚いものを食べたりとか、まあ、そういったものとかもあるとやっぱり気持ち悪いっていう感情を持ってしまうんですけれども、
まあ、そういうことを言いやすく、いろんなことが気持ち悪くなってくるんですね。まあ、かといってその気持ち悪いものが全部なくなれば、まあ、社会から人はいなくなるというような、まあ、変な状況ですね。実はまあ僕らはまあ気持ち悪いものをまあ内包しながらですね、まあ、お互いまあうまくやっているっていうところもあるので、こういった小児性愛のを持つ人に対してはどういった対応がいいのかっていうと、やはりまあ一緒にまあ社会を構築していく仲間だというような形で一緒に働いていくっていうのがいいとは思いますけれども、こことその犯罪を犯してしまうところとどう区別をつけるかっていうのは大事なところかなと思います。で、実際のまあ小児に対する犯罪を犯したその統計を見てみると、まあ、半分がやっぱ小児性愛患者、まあ、小児性愛を持つ人ですねと、まあ、半分が全くそういったこと関係ない人なので、まあ、全く関係ない人も犯罪を犯し、まあ、小児性愛を持つ全ての人がそういったわけではないんですけれども、性愛を持つ人のまあ確率は高くなると、まあ、ここに踏み切らせないっていうようなラインをどうやって引くかっていうのがやっぱり大事なポイントになるかなと思います。で、ここでちょっと医学的に着目しておきたいのが、まあ、僕らでも実はなりうるんじゃないのか、まあ、誰でもなりうるんじゃないのかっていうようなエピソードも、まあ、論文の方には書いてありました。っていうのは、一つ頭の、まあ、腫瘍ですね、特に前頭前野と呼ばれる、まあ、ところに脳の腫瘍ができた患者さんがいて、でその腫瘍が大きくなってくると小児性愛のペドフィリアの感情を持つようになって、切除するとペドフィリアの感情がなくなった。で、また再発して大きくなってくると同じようにペドフィリアの感情を持ち出して、またそれを再切除すると、まあ、それで感情がなくなったといったような患者さんもいて、まあ、脳の神経回路によって、まあ、その小児への性愛が更新されるとか、まあ、そういったことも示唆されています。なので、まあ、僕らも今認知症を扱ってますけれども、老人斑とかタウタンパクとかアルファシヌクレインとか神経変性を起こすようなものは普通に持ってますので、何らかのきっかけで代謝異常が起きると、まあ、そういった神経変性を起こして、そういった小児性愛を持ってもおかしくない状況で、みんながまあなってもおかしくないような状況です。まあ、そういったまあ人々、いわゆる普通の人々だと思いますけれども、まあ、そういった人々に対して、まあ、冷たい言葉を投げかけるのはどうなのかなっていうのは、まあ、正直な感想で、どうやってまあうまく暮らしていけるかっていうのは、やはりまあ犯罪はダメだよっていうところと、で犯罪に行かないのであれば、まあ秘めておきながら、まあ、それはそれで秘めておきながら、まあ、お互い社会を構築していくのが、まあ、普通のあり方、まあ、お互いの人権を認めるあり方なのかなと思います。まあ、ちょっと気持ち悪さっていうのは残ると思いますけれども、お互いの気持ち悪さそれぞれ持ってると思いますので、それは、ね、自分は潔癖なんだっていうのはちょっとやっぱり傲慢かなとは私は思います。まあ、いろいろちょっとこれはいろいろ議論のあることだとは思いますので、まあ、皆さんいろいろ自分の思うことをまあ書いていただいたりすれば、ちょっと私の方も読みますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日はとりあえず以上です。お疲れ様でした。